ですか。調べて。はい。おはようございます、水くん。お嬢様に何か不手際でもありましたでしょうか。あ、はい。最初に異性に用事があるときは奥を通すようにというのが有瀬家の基本姿勢ですね。男同士の方がお話もしやすいですし。しまったようです。普段はそうでもないんですが。確かに家でのタイムテーブルは厳格ですが。
同じなのは部室を修行の5分前に出る習慣があるからかと。札幌市史跡研究部です。その名の通り、札幌市の史跡を研究する部活ですわ。ご存知の通り、私アリセの家系はこの札幌市の歴史と縁が深いもので、興味が湧いて入部しましたの。根津さんもご興味がおありでして、ご案内いたしましょうか。
王室に来る時間がいつも同じだなんて自分でも気づいておりませんでしたわ。何か気になることがありましたら何でもおっしゃってください。私なりツバメなりに。まだ艦長、いざ！そんなことを。あれ、服は帽子の中に仕込むのは無理だよね。急に見かけのアナルがカチコチになったのかと。やだ、俺はこれからも見かけの尻を狙うぞ。前の尻を狙うんだ。怪我くらい覚悟の上さ。いつかものにしてみせるぜ。二人とも、我がクラスの腐女子代表藤よしみちゃん、かっこ鬼滅より配給派、バハダチ出してるからその辺で。
秘密物質のことも。プロトリプって苦手で便利な機能がありますのね。まあとはいえ失敗の第一歩は私の過剰反応、そこは反省だわ。全然わかりませんわ。Thank you.
メスの御影、しっかり。急いで、あっちの仮の物質を毎日使ってるように細工してきて。
はい。ネズミ影にはあくまで私は史跡研究部って部活に一生懸命のように見せかけるのよ。あっちの本物の物質を見られたら。捻挫した時ってジムには行くべきじゃないよな。うん。だって何としても見かけのお尻に指を入れたかったんだ。また狙っていい。二人とも、我がクラスの腐女子代表藤吉美ちゃん（カッコ顔神より家事神派）が話し出してるからその辺で。